うわうわうわ、1回で、うわ、すごい、すごいね。お茶初めて見たわ。これよくあの氷の下とかにいるようなやつです。そうですね、ですよね、はい、着いたよ。ここかな。よし、いいかい。こんにちは。こんにちはって覚えてないかな。嬉しいです。覚え、関係なさそうやな。覚えとるって、こんにちはって。で、これこうする、こうやってする。どうぞ開けるね。あ、来た来た、たこ焼きくんが来たぞ。あ、うちの奥さんとあれ来ました。あ、ママ何回言ったら分かるよ。いいいいいい。それは牛のお肉を焼くつもりか。こっち側でやって。牛のお肉を焼くつもりか。こっちやったらね。こっちやったらね、ダメだっけ。はい、ありがとう。なんか来るまでに道で迷ったらしくて。あ、うん、すごい細いですよ。分かりにくいと思うね。たくさんになりました。おー、上手上手。お鍋はなかなか作るの。あ、そう、もうちょっとかそういうの持ってきてた。あ、ナイフを持ってきたけど。あ、ほんと。見てよ。全部鍋、あの、ここまで7時間ぐらい。そうなの。だから広島ぐらいまで来たら、もうあと2時間ぐらいかなと思ったら、朝ナビ入れたら3時間半とか。広島からが長いですもんね。結構長いですね。広島長いよね。あの県がすごい横に長いっていうのもありますもんね。長い。よかったね、花見ができて。本当じゃね、桜が咲いてる。夜はこれを下から照らせないの。ああ。そのランプのあれ持ってきた、オイル。あ、買った。あ、すごいすごい。忘れたかったもん。落ち着いてるとこ早いみたいですね、これ。あ、これですか。こんな大きいですもんね。え、ここの大きさって分かって分からんくて買ったってことですか。いや、一応一番でっかいやつをと思って買ったんですけど。川に行ってもダメ。川じゃあ後でご飯食べてからね。サバないこれ。え、父ちゃん来て。うん、食べたよ。川行きたい、川。僕濡れそうじゃねえ。だけど足まくってるだよ。僕泳ぐつもりだろ。だけど靴下だったら。今悪そうな顔した。泳がん。泳がん。あそこまで行ったらもうこっちのもんやと思ってる。なんとかね。ここね、すごい気になってて、はい、一人で食べる自信なくて、はい、なので一緒に食べてほしいんですけど。サバカレーっていうので買ったんですよ。食べたことあるんですか。いや、ないです。見た感じがすごい、なんか気になりますね、確かに。買ったんですけど、一回割ってみるのか。ハギ。ハギ。あ、まだいる？もうちょっとっぽいかな、もうちょっとっぽいな。はい。だってね、リュウさんね、面白いユーチューバーの人って言うのね、なんか樹海から生放送って人も、生放送じゃないですか、樹海から生放送もなんかたまにやってる。僕見た、ちょっとリアルでは見たことないんですけど、今日は最初はあやとりやったんですよ。すごい成長を感じました。とんかつじゃなかったけども、結局とんかつだって言ったらもうバッと出した。桜のうちに来た。はい、太るんだ、ここ。はい、ここ。はい、ここ。顔や、こっち。よし、ほんじゃ。みんな集まって。大丈夫。よいしょ。外に出て、外に遊んで。うん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 。う
あ、しっぽりブンブンのやつ来た。しっぽブンブンブン。いいね。スター。めっちゃ真剣にやってるやん。すごい。すごいマリオやな。ああ。実家にいた時だけゲームをやらせてもらえるんですよ。はいはい、うちゲームやらせてなくて。はい、だから、たびたびすごい実家に行きたがって。ああ、行ったらもできると思って。そうなんですよ。できたよ。ダメで人手を挙げて、ダメで言うと。首がいい感じになるよ。ほんまじゃ。火が燃える。ちょっと色が違う。ちょっと違うね。お皿だけ開けてもしょうがないじゃん。緑、赤色、うん、本当に美味しい。辛いそれ。辛ないよね。さっきの豆だった。うん、辛い。飲み物ある？そう、天下行ってみたい。え？ない？ほら、あ、だって。なんか、飲み物食べる。辛い。お父さんとお母さんどっちにおる？うん、全員下。あ、みんな下におる。うん。へえ。ピコさん、俺もめっちゃ食ったよ。いっぱい取った。すげえすげえ、リュウさんすげえす。え？何の？あのワカサギってわかります？魚。ああ、魚の。すごいねこれ。写真撮ってもらわないと。でもね、動画撮るよりもビデオ。なんで？ビデオ撮った方がいいかなと思って。そう。こんなにあったらさ、ね、もうビデオで撮るしかないって。そうよ。もうクソでけえの俺撮っちゃった。そこすごいねこれ。ここにでね、ここなんか違うある。いりません、いりませんか？ここで取れたの？持って帰り、持って帰りません。子供だけでこれだけ取れるけど。なんかある。これちなみにどうやって料理したらいいんですか？あの天ぷら、ワカサギ焼き天ぷらで、あの唐揚げ粉に溶かす、水で溶かす唐揚げ粉で、普通に唐揚げしたら結構子供が食べるんですよ。あの辺岩見えます？岩の隙間とかですよ。いや、もうあのもう出たままでね、繋がっちゃう。うん、この辺。へぇ、この一帯にいますよ。そうなんすね。今、あそこにもいます。へぇ、あ、本当や。これ昼間もいます。昼間は上がってこないです。あ、やっぱ昼間いないんですね。昼間全然見なく、あそこにもおるわ。これもうめっちゃおる。お父ちゃん、赤いのは？赤いのは？すごい。赤いのは？赤いのはね、今ね、お茶がね、やってくれよる。赤いのこれやねん。取って。ナイス。もう目の前もいっぱいいますよ。わ、そうなんですね。わ、天ぷら粉持ってくれよかった。唐揚げ粉でできるんですか？揚げましょうか、今から。あ、本当ですか？食べます？小麦粉？食べてみる？はいはいはい。卵と小麦粉と。これよくあの氷の下とかにいるようなやつですね。そうですね。ですよね。うわ、すげえ。めっちゃ楽入ってるな。めっちゃ躊躇なく。大人でも結構怖いですよね、この。怖いですね。川の中入んの。え、もうおったん？うわ、一回で、うわ、すごマジで。何回でも入れ食いもいいとこやん、それ。ちょっと写真撮らして、それちょっとつけてね。うわ、すごい。すげえ。ありがとう。すごいね。お茶初めて見たわ。食べられよ。ワカサギってあれですよね、なんかよく氷の下に氷穴開けて、あれがこんなところで撮れるんだ。いや、僕初めて知りました、これ。すごいね。これ取れるので有名なとこなんですか？有名なんかね、ここ。でも昨日いらっしゃいましたよ、ワカサギ目当てに来られた方。今日昼間あのここ遊んでて、さすがにここには魚いないねみたいな話をしてたんですよ。
いるんですね。全くいなかったですもんね。いなかったですもんね。で、夕方と朝方はこれを食べに40ぐらいまでのさつきます。さつきます。玉じゃくしは何個のとこの上流だったらまだあの20前後のアマゴ、はいはいはい、さつきますもこうと思うんですよね。これもやっぱこれを食べに来るって。それは虫とか食べますね。これ素揚げとかでも全然食べれる感じですよね。あ、じゃあいただきます。すいません、どうもありがとうございました。だいぶ走りましたもんね。眠たくなった。眠たくなったら寝とく？僕寝る？